うん、難しいな。でもあるなんか決まってるところも自分の中ではあるんよね、うんうんうん、選手の穴埋めるってなった時にそれを背負わせるのはちょっとここかな、うん、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はね、プロ野球もうすぐ開幕ということで、はい、準予想の方をやっていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。キャンプオープン戦と来てね、はい、はい、どこもまあ新戦力も出てきたし、そうですね、ね、だんだんやっぱこうシーズンに向けて仕上げていく中でね、うんうんうん、勝手に予想しようということで、はい、むずいな。順位予想1もう2年目になるけど、そうですね、聞かれるタイミングタイミングでコロッコロ変わるから、まあ、そうよね、まあ、ここに米印入れとってもらうからご両親も他の何かで聞かれた時また変わってるわって思っても、まあ、今のタイミングで思ってることだから、はいはい、セ・リーグからということでね、はい、まあ、ある程度こう新人の戦力だったり、はいはいはい、スケットだったり、そうですね、うん、開幕に向けたメンバーっていうのはある程度こう、うん、見てきた中で、ほんまに難しいで、俺嫌やもんね。まあそうね、キャンプ、オープン戦とね、こう、うん、実はもう見てきましたからね、うん、やっていく？やめますか。ちょっとね、難しいな。でも、あるなんか決まってるところも自分の中ではあるんよね、うんうん、だからそれを今のタイミングの順位予想ということでやっていきたいと思います。はい、はい、やりましょう。いきますよ、はい、1位からね。はい、1位からで、阪神タイガース。阪神やっぱり強い。やっぱり投打のバランスというか、うん、で主力がやっぱこうある程度体が強い人間がいるし、うんうん、打順も多分大きく変わることもないだろうという、戦い方としては大きくやっぱ変わることもないけど、うん、その能力も、うんうんうん、高い選手、特にピッチャーなんかは多いし、うん、バランスが一番いいのかなという感じはします。なるほどね。去年こう日本一になってから今年いろいろキャンプ、オープン戦ってある中で、うん、なんかまあ変わったところというか、うん、逆にいい意味で変わってないところとか含めて、うん、勝てなかったんやけど最初、うんうんうん、それも若い選手がたくさん出て、はい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 、出た試合が多くて、うん、まあ、そういうのもできる強みっていうのはあるよ、多分その底上げっていうところはどのチームもやっぱ課題やし絶対いることだから、そこに多くの選手をやっぱ使えるし、使える選手とかもピッチャーがすごいよね、もう滅投手とかもそうだし、そういうところがパッパパッパこう出てきて、それで見てみたいとか、この選手見ようかっていう結果出る出ないじゃなくて、そういう選手が多く控えるように指す訓練、はいはいはい、そこでやっぱ一軍に結果出さないとこの主力には勝てないんだよっていうところもチームとしてこう組織としてできてるのかなって感じはあるから、まあ大きく連敗したからどうこうっていうのはまあ全く僕の中でなかったかな。なるほど、うん、だから強いんやろうなっていう感じはずっとしてたから。なるほど、ね、見ているファンからすると、まあ、気持ちの、ね、なんか気持ちいいもんではないやろうけど、うん、そこでやっぱりレギュラーの名前がパッと上がってくるのも多分強みなんだ。そんだけいろんな選手出てるけど、うん、じゃあ開幕スタメンはっていろんな人に聞いた時に、うん、ほぼほぼ大体同じような名前がバンって出てきて、その選手がなおこう脂乗った年齢だとか、うんうんうん、まあ、ある程度こう若い選手とか、うん、が多いから強いのかなっていう感じがするけどね。まあ、それこそオープン戦でこう不安になってたかもしれない、うん、ファンも今の言葉聞くとすごい安心するじゃないですか。だからなんかその野球を見てる人たち、こうやって人たちとか、まあ、解説者の方とかが聞いてもそこは何にもなんか気にしてないかなっていう感じです。ほとんどメンバー変わらない中で、僕このキャンプとかオープン戦は、うん、レフト争い、あ、はい、そのノイジー選手だったりとか、まあ、イエス選手だったり、で、まあ、前川選手だったり、そうだね、そこだけなのかなっていうような、まあ、入る隙っていうのは、まあ、見つけないといけないんやけど、まあ、現状そこなのかなって感じはするけどな。ちょっと開幕前に、うん、まあ、オープン戦期間中にあの梅野選手がちょっと怪我で遅れたっていうのがありましたけど、キャッチャーはどういう争い、まあ、でも、そこはまあ、去年梅野選手怪我しちゃったから、その
坂本選手の方がガッと多くなったけど、そこはやっぱ2人でやっぱ上手いことっていうのもあるんじゃないかなと思うんで、やっぱ必要だし、でキャッチャーってところのここの2人との次出てくる選手の差っていうのはまだあるか、そこの2人はもうどっちもレギュラーっていう風に、現代野球じゃないけど、そういう風に考えてんのじゃないかなっていうのは感じるよね。タイプも違うもんね、違うその2人でね、3番手捕手がなかなか出てこないっていうので、まあ取材の中でも監督がね、岡田監督が、課題は課題やろうけど、その分多分いろんな選手、いろんなキャッチャー試せるから、まあ、そこに関しては長いシーズン点差が開くこともあるだろうし、そういう時に経験させていけば、まあ、現状この2人を一気にこうまくってしまうような差が縮まってるわけじゃないと思う、そこは2人がしっかり要としてやっていくんじゃないかなと思います。自阪神タイガース、そうです、まあでも歴史で阪神連覇がないからね、マジでも十分できる戦力はあると思うけどね。めっちゃ盛り上がるよな、連覇したらまたアメちゃん出してくれんじゃないかほんまに。じゃあ2位いきますか。はい、2位はヤクルトスワローズ。おお、うん、去年はでもそうやね、最下位争いのチームでしたけど、でも塩見選手が元気そうなんで、はい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 、キャンプから見てて、やっぱね、ここはもう僕の中で打線の軸というか、うん、他を生かすためにこの選手がいないとっていうところの選手にもなってるから、そこがパチッとハマるとやっぱいろいろなんか見たりしたけども、打線って意味ではやっぱ12球団でも相当上の方に位置づいてるぐらいの破壊力はあるから、まあ、そこが次第っていうなんか条件、まあ全部条件あるんだけど、打線で考えると本当に一番上も狙えるようなチームかな、で投手陣でいうとそこに関しては1軍と怪我は絶対にどのチームでもあるし、多い少ないは別として、でもまあそれを想定して代わりに出てくる選手との差がまだあるのかなって感じはするから、そこの差がなくなってこればやっぱ怪我人が出たからとかそういうのは抜きにして、まあ、十分戦えるんじゃないかと。2連覇した時と最下位の時ってあんまり防御率がこう大きく悪くなったとかそんなんもなくて、点を取るタイミング、取られるタイミングっていうそのタイミング合わすのが難しいんやけど、そこ次第かな、で十分上争えるのかなっていう感じはする、ちょっとね、奥側投手が、ね、まあ、いけるかなっていう中でまたちょっとつまずいた部分もあったけど、まあ残念やけどね、まあこれはもう本当になんていうのかな、争い競争サバイバルなんで、他はねそこが空いたと思って、空いたっていうかやっぱりこう中6とかで、まずは投げれる選手が必要だよね、もうずっとローテを守る選手が絶対にいるし、まあそこはやっぱり厳しい世界、プロ野球だから、まあ怪我してしまったものはしょうがないし、早く治すことに努めてもらって、現状このサバイバルからはもう抜けたっていうことで、他の選手が目の色変えて結果出せばいいだけの話だから、それ次第かな、またね、戻って元気になって、本当に中からまた、フル回転してみんなが疲れてくる頃に救世主になる可能性もあるからね、まあ、こればっかりは分からんけど、現状そのなんていうのかな、球数って言って名前上がってくるのがやっぱりこう去年とそんなに変わってこないんだよね、だからそこが課題なのかなって、その怪我どうこうとか人がいるいないの前にその差を詰めることがまず絶対条件なのかなというのもしますけどね、期待も込めて、いやそうですね、いや打線だけやったらマジであるだけやったらって言い方もあれやけど、その打線のそのレギュラー陣の破壊力見たら相当強いよ多分、しかもみんな神宮とかも好きだし、そういう意味で考えたら相手には脅威になるんじゃないのかなっていうのは、なんていうの、古巣抜きにしてそうやって思うかな、村上選手なんかもね、良さそうやったよ、去年以上めちゃくちゃ良さそうやった、みんな矢吹さんも良さそうやったし、塩見選手も良さそう、まあ、両外国人も良さそうだしね、まあ、そういう意味ではで山田哲人選手も、まあ、本当に
俺にはよく見えた、まあ、去年も良かったんだけど途中怪我してからっていうところがあったから、今年に関してはまあいいんじゃないのかな。外野争いもすごいしね、そういう意味では狙えるところにはあると思います。サブリークラスのヤクルトは2位、2位だと一気にね、はい、あると思います。となるともうこの順位予想ね、いろいろ変わってきますよ。そうそうそう、変わってくるよ、変わってきますよ、変わってくるよ、はい、いきますか。3位 A クラス最後の A クラスラスト、はい、ジャイアンツ、はい、うん、うん、まあ、ここはもう新戦力に期待したいですよね、はいはい、佐々木選手であったりだとか、ね、出てきてますけど、佐々木選手結構打てたくない？打てるよ、オープン戦は十分でしょ、もう5割以上、そうやな、勝ったよな、いや、いい選手だよね、やっぱこう、がむしゃらというか、まあ、ルーキーだしっていうのもあるけども、萩野選手もいいしね、みんながこう、若い選手をこういう選手なんかもいいし、みんながこう、チャンスがあるよっていうのを、なんかオープン戦の間に示してくれたような戦い、チームとしての戦い方、はいはいはい、よかったらどんどん使っていくよっていうのが選手に、若い選手たちに見えたんじゃないのかなと、うんうんうん、まあ、そういう意味ではやっぱ佐々木選手にしたってルーキーからまあ結果出すのは難しいことだとは思うけど、俺がたとえ悪くなったって印象はあれぐらいできるっていうものを見せてるから、調子の波っていう風に捉えてくれるからね。でそこにこう丸選手も良さげ、うん、途中ね、梶谷選手もこうバッて出てきていきなり結果出したりとか、ベテラン陣のまたレベルアップにもそういうことでつながってくるし、まあ、ピッチャーでいうとやっぱこう戸郷投手が開幕ってことで、うん、ずっとこう菅野投手っていうイメージだったけど、うん、そこをパッと変えれる選手が出てきたっていうのも大きい。でこれで菅野選手が間でバシッとこう、ね、調子上げて、また怪我とかもあったけど、うん、そういう怪我もせずにうまいことこうすごい責任感、10月から普通のローテーションに戻ってくれるとまた力発揮するし、そういう意味ではなんか、うん、あるんかもなっていう感じがします。まあ、監督もね、阿部監督になって、うん、本当にそうそう、チームがかっから変わったと思う、うん、でチャンスがこう固定されてたメンツがまたよかったらどんどん使っていくよっていう風になって、こっから作っていこうっていう感じに見えるから、うん、まあ、勢いに乗れば強いなと思う。やっぱ選手からしてその監督が変わった年っていうのはなんかどういう、やっぱその選手ってやっぱ使ってもらったらいいし、まあ、ね、使ってくれんかったら、うん、あ、使って悔しいなってなるけども、うんうん、まあ、そういう意味ではこう結構まんべんなく使ってるのかなっていう感じがする。だからまあ敏感は敏感、選手はやっぱその野球が変わったりとか、はいはい、監督変わった時にどういう野球、どういう起用法っていうのはすごい敏感だから、うん、うまく今はキャンプオープン戦は若い選手に経験とか活躍する場を、チャンスを与えてあげれたのかなっていう感じはするね。2年連続 B クラスですよね、うん、でもね、でも一人一人見たらもちろんすごい選手が多いしね、こうクリーンナップというか他の選手、うん、坂本選手っていう軸がやっぱしっかりしてるチームだから、うん、彼らはねオープン戦の成績がどうこうでもないし、怪我さえしなければある程度まだまだシーズンでやれる力は全然あるし、坂本選手は日本を代表するバッターだからいいんです。そうね、坂本選手もまだまだ吹け込むのがあるでもないし、うん、全然いけるんじゃない、チャンスはあるんじゃないかなと思います。はい、ということで、はい、A クラスには3つ出たね。ね、昨年 B クラスの2チームが A クラスに、いう予想ということですね。そうです。じゃあ次行きますか。行きますか、4位。4位、広島です。去年2位。去年2位。いや、ほんまに難しいよ。5は本当に難しいんだけど、やっぱ西川選手の穴、相当でかいと思うよね。それはやっぱりキャンプも見て、オープン戦見てる中でも。相当でかいと思う。で、それをやっぱ誰が抜けたって、鈴木誠也選手が抜けてもいいやから。うまくやりくりするチームではある、うん、やっぱこうチームとしての野球がこうしっかりしてるというか、いやらしいチームだから、うん、点の取り方だったりそういうのはある、自分たちのチームとしてっていう感じであるチームだと思う。だからもちろん上はいけると思うんだけど、その西川選手の穴埋めるってなった時にその若い選手たちが出たとしても、それを背負わせるのはちょっと酷かな。若い選手は若い選手で思い切ってレギュラー取りに行けばいいって言われてても、うん、
やっぱプレッシャーはあるだろうし、まあ、いろんないい選手がいるけど、ここに関してはそれがでかいかなっていう感じはするけどな。よくね、こうキャンプ中の名前聞いたのは田村選手が、うん、いいよ、ものはやっぱりめちゃくちゃ抜群にいいけど、やっぱ自分のことに集中させてあげたいよね、若い選手っていうのをあげたいよねって、監督でもないけどチームのことを考えるのはもうベテランがやるよとか、中堅のレギュラー、ずっとレギュラー張ってる選手にやるよ、あとは自分の思い切りミスローが何しようがやりなさいっていう風に自分で若い選手って思ってても、やっぱりこうどっかで長いシーズンが連敗もあったりした時に、なんか無駄なもんまで背負ってしまったらかわいそうかなっていうのがあるから、それはね、人によるやろうから、爆発して穴埋まったなみたいになったら違う課題も出てくるんだろうけど、現状その穴は俺の中では大きいのかなと思って。ピッチャーなんかはどうですか、大瀬良投手だったり床田投手とかね、ピッチャーの駒的にはどうなんやろ、これから出てくるピッチャーももちろんたくさんいるんだけど、特に大瀬良選手、森下選手なんかは軸となる、軸とならないといけないね、栗投手もそうやけど、その、まあ、4人おったとして裏表に2枚ずつはやっぱしっかりしたピッチャーがいるし、で怪我の具合とかにもよるけど、本来全員イニングを食える選手投手だから、まあ、フルで体も問題なくバッチリやってくれるんであれば、その先発に関してはいいのかなと思うね。で中で言ったら堀江投手とかもちょっとサイドの人良さげだし、だからそういう意味では、まあでも誰が出てきてもこうやっぱり生き生きとしてっていうのがやっぱカープっぽいんで、まあどんどん出てくるんじゃないかなと思って、まあ点の取り方がピッチャーが抑えててもやっぱ点を入らないといけないんだけど、いやらしい点の取り方をするチームだから、そういうのがうまくはまればもちろん上も狙えると思います。では5位ですか。5位はそうですね、 DeNA ベイスターズ、はい、今永投手と馬場投手じゃないか、馬場投手次第っていうのを書いとってもらえるかな、まだね、もしかしたら分からへんからね、戻ってくる可能性もありますからね、だけどそこの2枚は痛いんじゃないかね。打つのも、うん、その去年のシーズンの最初のような点の取り方というかな、つなげる役目がいて、しっかり、まあ、ノーヒットでも1点取れるところはしっかり取るとか、その前半はそういう野球がうまくはまってガーって勝ってったと思うけど、そういうのができだすとやっぱベイスターズの打線も怖い、でオースティン選手も今年は出てやってくれそうだし、5番の宮崎選手もやっぱ相変わらずしっかりしてるな、渡来選手がうまくはまれば、ね、本当一番期で、うん、素晴らしい、ね、結果残してたから、うん、楽しみよね、まあ佐野選手であったりとか、真ん中はねある程度しっかりしてるから、つなげる選手、作戦の選手っていうのがもう一人二人である程度の数字を残すんであれば、攻撃の野球っていうのが変わってこれば打線としても相当強いかな、ピッチャーは東投手だったら野木投手っていうところが軸となって、まあ、頑張ってもらうと。だな、左右のエースの二人が抜ける、うん、そこを、そうやな、大きいよな大きいんだよな、2人大きいな大きい、2人一遍にっていうのは相当大きいよね、ある程度そこでやっぱ首脳陣計算が立つ投手って必要だから、うん、どんな野球をしてくるのかっていうのは楽しみに見させてもらうかな、うん、っていう感じです。はい、では次6位ですか。はい、中日ドラゴンです。はい、ピッチャーはマジで2位とか1位とか、いやそうね、投手、まあ、力で言ったら1位、そうね、成績で言ったらね、2位ですからね、うん、中日がやっぱ相変わらずこうみんなしっかり仕上げて、大野投手が加わる、うん、またね怪我でいなかったけども、うん、加わる中継ぎ陣がやっぱりいい、うん、名古屋ドーム、うん、って考えると点をバカバカ取られるっていうことはないと思うんだけど、やっぱりこう点を取るためにどうするかっていうところで中田翔選手が入って、ね、彼はこう打点の才能があるっていうのは前も言ったけど、そこにつなぐランナーを残してあげるとか、シチュエーションを作ってあげる、楽に
点が入るシチュエーションっていうかな、うん、ノーアウト三塁、ワンアウト三塁だったりとかね、うん、女でも打点になるところ、うん、楽になるところっていうのを作ってあげれるような上位打線がいるのかな、うん、だったら中田選手を5番にしたっていいし、うんうん、そういう風でどういう打線になるのかなっていうのは楽しみにしてるけどね、うん、打てる選手っていうのはもちろんいるだろうし、うん、アピールしてる選手も、うん、ね、まあ、ショートだったりとか見るかもね、そう内野手だったりとかっていうのは本当にアピールする選手ばっかりだから、うん、楽しみは楽しみよね、新戦力っていうところでは。ただ岡林選手がフルでいけるかとか、そういうなんか絶対条件っていうのね、そういうのは絶対あると思うんだけど、二遊間特にこう争いも争いやからね、キャンプオープン戦ね、うん、固定はほとんどできずにいろんな選手を試してる、う、ね、うん、誰が来るのか、まあ、結果が出ないからパッパってこう入れ替わり2人ぐらいに絞って、うん、まあ、最後の方辻元選手ですか、とかいいものを見せてるからね、うん、そういうところではなんか新たな戦い方の選手っていうのが出てきて、中田選手とかそういうところにどうやってそのシチュエーションで回せるかとか、絶対1点こう取れるところで取るだとか、そういうことをしていけば抑えるピッチャーはたくさんいるからあるのかなっていう感じしましたね、うん、中田選手をどうやって生かしていくかっていうような、そうそう、難しいよね。だって俺最初の方3位かなんかでどっかで俺予想してるんだ、うん、ドラゴンズで分からへんねんけど、いろいろ見て現状こう今はこうなのかなっていう感じがする、うん、これ難しいよマジで個人的見解ですよね、これほんまにこういうのをなんか僕らって言ったらあれけど、こう見てる側としては、うん、そういうのいろんな人の聞いてまたそうそうプレーが楽しくなったりするから、そうそうそう、逆にね、こう、まあ、もちろんファンのチームがある方はそのファンのチームを上位にって出るでしょうけど、うん、まあいろいろね、全部あるし、もっとここがこうだからこうじゃないのかとかもなんかコメントとかもらえてね、そうそう、ちょっとみんなでこう一緒にこう、そう、この順位予想も楽しんでいけたらね、去年は辞めてすぐやったからある程度なんか分かってる中でやってる、はい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 、今年はさ1年間外から見ての子やから、はい、またなんか、うん、ちょっと入ってくる感覚も違うの、ね、うんうんうん、現状これで開幕してまたなんかこういう喋る機会あったらポロッと変えてるかもしれないです前半戦終わった段階でそう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 、もう一回ね一回、うん、答え合わせてない、面白いね、チェンジする機会、うん、前半の流れを見てチェンジしましょうっていう、うん、使ってみないとね、怪我人だったり分からへんよ、ほんまに日に日に状況変わるわけですね、そうよ、そうそう、だからまあそこは一ファンとしてね楽しんでやっていけたらなと思います、はい、そんなの言ってたよぐらい、そうそうそうやっぱ変わったんよ、いや変わるやろあれはぐらいの感覚でね、はい、行きたいなと思ってますんで、はい、また次回はパリーグ編ということで、はい、はい、そこでまたこうやって喋らせていただきます。シーズン途中にもね、それこそ変わるっていう話も含めて、はいはい、この時はこう言ってたけどみたいなんでね、そう、ま、振り返れるから現状今こうだからっていうのもちゃんとやりましょう、やりましょう、はい、やっていこうと思います、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。